こんにちは。さてさて、ついにこの時がやってきましたね。では知ってますよね、もちろん今回のゲスト、もうゲストがあれまだいない。ちょっと待って、みおりさん、どこにいるんですか。みおりさん、ちょっともう一度みおりさんチェック入ります。みおりさん、待って、押せない、待ってね。あー、ちゃう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 ねん、ちゃうのよ。こうして、こんばんは、ちょっと待ってね。みおりさんがいないぞ。ちょっと待って、待ってね。みおりさん、一体どこにいるんでしょうか。こんばんは、ちょっと待ってね。もう少し時間置いてみよう。もう少し時間置いてみよう。ちょっと待ってね。少々お待ちください。これ、なん俺、手乾燥してるからか知らないけど、反応が悪いんだよな。全然反応してくれない。みおりさんいない。みおりさん。え？これみおりさんフォローしてないからかな、俺のこと。リクエスト送っ、みおりさん見てる？見てますか？滝本みおり様、私のこのインスタにリクエストを送ってもらえると、リクエストを一回終了して、終了じゃなくて戻ってもう一回押したら、コメントのところにリクエストをするみたいな出てくるんですよね。ね、でそれで押すとリクエスト送れるので、ぜひキズタクミにリクエストしたいという気持ちが、あ、来た、本物だよなこれ。本当にオラに電波を分けてくれって、参加待ちってなってますね。お、来た。あれ、こんばんは。あ、よりさん、できました、できました、こんばんは。大丈夫ですか。あ、よりさん大丈夫です。あのリクエストがちょっとわからなくて。あ、分かった。でもね、私キズくんより最初に、はいはいはい、入ってたんですよ。え？俺より先に？待ってたんですよ。待ってた。待ってた、入ったんだけども、そう、あ、まだだと思って。なるほど。あれ？入れないなと思ってたら、なんか一生懸命説明してくれてるキズくんが映り、あ、なるほどね、それでできたと。入れました。いや、皆さん、待って、じゃあ、みおりちゃん、Wi-Fi ついてますか？はい、Wi-Fi ついてます？ Wi-Fi ついてますよ。はい、ついてます。 Wi-Fi つくと電波が悪くなるので、はいはい、決してもう一回入り直してきてください。はい。Wi-Fi を消して、そう、 Wi-Fi を消して、はい、もう一度入り直してください。
多分れじゃあもう今、一回切った方がいいですか？そのまま多分変われるのであれば、そのままでもいいんですけど、多分みんなに今、美しいみおりさんの顔が、モザイクかかってるんですよ、今。モザイクかかってて。いや、もう、美しいお顔が全然見えない。ちょっと待ってください、じゃあ。はい。あ、待ってください。みおりさん、Wi-Fi 引っこ抜かなくていいですよ。携帯の Wi-Fi オフするだけでいいんで。Wi-Fi 引っこ抜きに行こうとした。そういうことか、そういうことか。ごめんなさい。もうね、不慣れで。すみません。あ、こっちで消せばいいんだね。ちょっと初めてなもんでね。ドラマのいい、話コでラ結ボ構イン不ス安ですタけど。が。Wi-Fi 消していい？ Wi-Fi 消していい？はい。いいぞ、いいぞ、消してく T シだャさツ着い。てんの？じゃじゃん。お揃あ、いでごすめん、消しね。てなかった。まだ多分消モしザイましクかかった。てます。顔に。あ、さあ、治るか？治るか？頼む、治ってくれ。ここにモザイクかかってるってこと？今、まあ、顔面全体にモザイクかかってます。どういうことだ？待ってね。Wi-Fi あ、Wi-Fi 切りました。切りました。消えたかな？つながってるけど、これ、みんなから見てどうなんだろう。まだ、あれかな？どうですか？どうちょっとです皆かさんの反応見ね。てみないと。傷から見てる、傷から見てるみよりさんは、モザイクかかってるんですよ。嘘。私大丈夫ですけどね。治んないか。なんでだろう。あれ、治んこないっれ、て。一旦みよりさん、入り直してもらってもいいですか？わかります？入り直し了方。解しました。一回ちょっとすい切りまませすね。ん。切ります。一度。退出します。なかなか。はい。ああ、面白いですね。みよりさん。やば。天然だな。天然記念物やな、もう。素晴らしい。画質悪かったよね。一回ね、ちょっと入り直してもらいましょう。Wi-Fi を切ったと。いうことで。OK。ちょっと、いきますね。リクエストが来たので追加します。さあ、お願いだ。神様、頼む。頼む。モザイクをかけないでくれ。来た。さっどうですきよりはか？いいか。さっきよりはいい。本当？さっきよりはいい。うん、さっきよりはいい。よかこれぐらいか？みんな綺麗に見えてんのかな？った。わかどうんだ？ない。みんなどうだ？みんなの反モ応ザイク聞きでたしい。たね、ってやっぱどうり。だ？私、モザイク大で丈し夫たよですね。か？やはり。モザイクですか、やっぱ微り。妙って来てんだ。なんてこっもったいた。ねえあれ？な。Wi-Fi つけた方がいいのかこれな？は、Wi-Fi つけると、さっき声もちょっと途切れ途切れだったんで、もっとちょっとやばくなっちゃうかもしれないんで。あ、そうなんですね。そう。でも声はしっかり聞こえるので、ちょっとこれかあ、らじ電ゃあ波ちょっが、とラジオスタイルで楽しんでいたそうだでいすてもね。いいでしちょっょうとまか。た、みおりさんの美しいお顔は、また次回ということいやで。いや、キズ君が見えれば OK です。いや。僕、毎週金曜日出てくるんで、これぐらいの時間帯になると。はい。ちょっと、あ、画質悪いんだ、やっぱり。ああね。もう多一回分、いや、Wi-Fi 入れてみたらって。入れてみます？入れてみま大す丈夫ですか？か？入れたらもう次は線が入るかもしれないですけど、大丈夫かな？どうしよう。どうしてるドんラだマのろ話に行けるのかと、少々お待ちくだう。さい本当ね、で皆すさよん。ね。私これ、iPhone でやってみましょうか。iPhone。今何でやってるんです iPad で今やってるんですけど、か？あ、iPhone の方が良きかもしれないです。ちょっと変えてみますね、じゃあ。はい。じゃあ、3す度い目まのせ正ん。直ということで。ちょっよろと、しくお願いします。退出しますね、一回。はい。じゃあね。また。ちょっと待ってくれよ。面白いな。これドラマの話できない。結構いろいろまとめたんですよ。みおりさんと、このインスタライブが始まるまで。もともとみおりさんコラボまだしたことなかったんですよ。僕もまだ2回目なので、不安がいっぱいなんですね。だから、みおりさんと電話で、
ちゃんと話してる、 LINE 電話で。ちゃんとお話しして、結構まとめてやって、よし、行くぞっていう感じで今、挑もうとしてるんですよ、私たちは。挑もうとしているのですが、ここでみおりさんのリクエストが来たので答えていきましょう。さあ、どうなるか、いきます。召喚。現れます、下に。来ました。え、あ、それ Wi-Fi ついてないですよね。あ、来た。Wi-Fi の消したままです。Wi-Fi 消したまま。これ来たんじゃないか。来た。大丈夫ですか。一番鮮明に見える。本当？はい。あ、見えます。大丈夫ですか。わあ、なんて難しいんだ。ちょっと。ここまで何分かかったか。難しかった。11分かかりました。すいません皆様。お待たせいたしました。いたしました。こちら申し訳ない。崎本みおり様でございます。ありがとうございます。今日はですね、キズくんのインスタライブに、はい、あ、というかあのコラボインスタということで、はいはい、インスタライブの先輩。いやいやいや、やめてください。僕も始めたばっかりなんで。皆さん本当にあの、はい、遅い時間ですけども、うん、見てくださってありがとうございます、ね、見てくれてありがとうございます、ありがとうということで、ね、私たちはあの電話でお話しして練習してたんですけど、はい、ちょっと外国語で、はい、日本語以外での挨拶をね少々練習しましたので、そうなんです、ちょっと、ね、お見てくださいこちら、わーわーうまじわーしゃーわしゃはお、素晴らしい。え、そう、反転文字ですよね、それ。はい。反転文字ですよね。あ、そうですね、これ、あの、用意しまして。うわ、すげえ。あの、大丈夫、あの、なぞったこういう。あ、そういうことね。そういうことね。頭いい。そうなんです。頭いいな。ちょっと順番にね、挨拶していこうと思いますが。Good evening!なんかね、世界いろんな外国の方もね見に来てくださってるということで、はい、あのいろんな挨拶していけたらなと思ってますが、そうですね、おすげえ、それもアニョハセヨ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 、すいません、ちょっとみおりさんに任せっきりですけど、この辺はいえいえ申し訳ございません、全然、じゃじゃんじゃじゃん、サラママラン、サラマ、サラママラン、サラママラン、サラママラン、インドネシア語ですね。そうです。はい。これがね、難しいんですよ。見てください、バーバン。すごいな、うまっ。サワディーチャンニェーン。チャンニェーンということで。ちょっと適当じゃない。すいません、ちょっと分かんなくて。これがタイ語ですね、今のが。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。My name is Kizu Takumi と、みおり Takimoto でございます。素晴らしい。ハートいっぱいくれてますよ、みんな。これ、あの、ハートすごいですね。すごい。これ難しいね、座り位置が。上に行っちゃうと。画面がね、半分になっちゃってるので、こうやって T シャツ見せようとしたら顔見えないんですよ。本当だね。これあ、ってこと、みおりさんが体やったら俺顔やればいいんで。あ、体ってこと出したら。こうだ、こう、こういうこと。そうですね。こうしたら、傷ができます。傷です、はい。戻ってください。すいません。はい、これぐらいで。なんかどうしよう、ちょっと嬉しくてテンション上がっちゃってますね。いやー、文明の力ですね、これが。どうですか、これすごく、ね、文明に触れてみて。すごいですよね。すごいですよね。ちょっとびっくり。文明ですから、これが。文明の力でしょうね。本当、みおりさん、現場で、なんかあの、はい、僕、ゲーマーってことは、ちょっと知ってますよね、ちょっとだけ。あの、だいぶ知ってます。だいぶ知ってます。ありがとうございます。なんかあの、結構ね、ファンの方に、はい、ファンの方には無理やりゲームを押し付け、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ごめんなさい、大丈夫ですか、すいません、ちょっとあの iPhone に切り替えたもんで、あ、そうか、安定しないんですね、そうなんですよ、大丈夫、ちなみに何に立ててるんですか今ね、
ちょっとした箱というか。ちょっとした箱。はい。わかりました。はい。では。ありがとうございます。何かね、さあどこから進めていきましょうか。元気ですか？元気です。それではまあちょっと進めていきたいんだが。進めていきたいんですよね。進めていきたいんですが。そうなんですよ。今日はですね。はい。FOD オリジナルドラマ、そしてフジテレビの深夜から放送中の、はい、運命から始まる恋、ね、Your My Destiny で共演させていただいています木津たくみくんと初めて一緒にインスタライブをしていこうということなんですけども。しておりますよ。元気だよ、みんな元気でよかったね。え、ありがとうございます。皆さん元気ありがとうございます。私も元気、木津くんも元気ですか？元気です。よかった。ということで、皆様のコメントを拾いながら、はい、私たちのエピソードをお話、裏話などをお話ししていけたらなということで。そうですね。やっていきましょう。でちょっとね、途中で、まあ、さっきは私のちょっとミス連発しちゃったんですけども、途中で電波悪くなったり、止まってしまったりしたら、ごめんなさい。ちょっと対処しますね。はい。電波にはね、みおりさん、はい、Wi-Fi ぶち抜くんで、なんとかなると思います。Wi-Fi はね、ぶち抜きます。あれ？ん？止まっちゃった？ちょっと。あ。キズくんが止まってる。あ、大丈夫だ。大丈夫です。僕固まってませんか、これ。あ、今ね、動き出しましたよ。今また動いてます。大丈夫です。お？あれ、声聞こえない。声がね、聞こえない。あ、どうしよう。電波が。キズくんの声がちょっと聞こえなくなっちゃいましたね。大丈夫かな、今普通？大丈夫、今どうしちゃったろう。調子よかったね。なんか携帯がいきなり熱くなったな。負担が大きいのかな。こんにちは。今大丈夫？今いけるかな。大丈夫、今充電してない、してない。もう今だからちょっと寒いんだけどクーラーつけてんだよ、もう携帯が熱くならないように。あ、そうか、氷とかつければいいのか。ちょっと待ってよ。そうなんだよ、みおりさんがね、うつぐすぎてね、溶けるんだ携帯が。よし、ちょっと待ってね。氷、これどうしよう。え、氷持ってきたけどどうする。これ携帯に直接つけるか。これちょっと携帯こうやって冷やしながらやろうかね。携帯冷やすわ、氷で。あ、めっちゃ溶ける、見て、めっちゃ溶けてる。わかんないね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。みおりさんを、みおりさんを呼ぼう。あ、みおりさん来てない。みおりさん、どこだ、どこにいるんだ。ビニール袋に入れてください、間違いない。それだ、それだ。ちょっと待て、それだ。やばい、ビニール袋ない、ビニール袋。くそ、どこだ。いや、ちょっとさっき食べたお菓子のせんべいのゴミで。待ってね。みおりさん、どこ行った。またいなくなってしまった。こうするか。ここにこう挟めばいいか。お、天才的。素晴らしい。これ冷えて。あ？氷をなんとか設置することに。私もう一回ちょっと。成功しました。退出した方がいいのか。みおりさんを退出、すいません。行きたいと思います。みおりさん、
いない。リクエストしてない。どこだ。え、氷はダメ？どういうこと？え、みおりちゃん一人でインスタライブしてる。ちょっと待ってね。ごめん、行ったり来たりしちゃった。すいません。私がちょっと始めちゃっ、さっき一回、キズくんがインスタライブしてたので、そっちに行ったんですけども、もう一回始めてみました。もう、本当に慣れなくてごめんなさい。ちょっと行ったり来たり しちゃったね。これでキズくんを待ってればいいのかな？難しいなぁ。これ、こんな、本当ですよね。こんなにすれ違うことあるですよね。ごめんなさい。リクエストってどこに来る？待ってるよ。来るね。来るよね。待ってる待ってる。あれ？おーい。キズくーん。リクエスト、来るかな？これ出てくるんだよね。もう本当に皆さん、ごめんなさい。こんなに手こずってしまって。あ、来てる？どこに？どうやって？ちょっと待って。どこに来てる？どうしたらいいんだろう。来た？どこ見ればいい？このリスト？リストを見る。違うね。え？あった！いた！来た来た来た！今ね、OK しました。承認しました。くらはー、こんにちは。ごめんなさい。いや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 、あのね、この電波が悪いんで。すれ違っちゃって。いや、申し訳ない。あの、キズくん退出したから私の方でちょっと始めたんですけども、キズくんの方でも始めちゃったから、私そっちに行ってみたら、ちょっとまたすれ違っちゃって。すれ違っちゃって。ごめんなさい。そうなんですね。お騒がせ。皆さん、本当に申し訳ありません。いやー、手こずってしまいまして、なんとか戻ってこれた。すいません、ちょっとあの、たくさんの方見てくださってありがとうございま す,、はい、います。ドラマの話していきましょうか。そうですね、サクッと始めていかないとまた何が起きるかわからないのでそうですね、行きましょう。はい、そうですね、まあ、ちなみにね、今日24時55分から運命から始まる恋第6話が放送されますので。そうなんです。はい。ぜひね。6話はね、私、この6話で、はい、大きく物語動いていくと思うんですね。そうですね。かなり大きく動くと思います。かなり。かなり。ちょっとじゃあ、6話で思い出深いシーンとか聞いてみましょうか。言ってみましょうか。しずくんどうですか？私がですか？はい、はい、まさかやるとは思っていなかった、あのドラマでね、ラブコメで、はい、アクションシーンが私はありましたので。はい、あ、それ私も言おうと思ってました。私も言おうと思ってたんですか？そうなんです、そこね。あ、そこもあります。あれちょっと言っていいんですかね？何？ちょびっとなら、ちょびっとなら大丈夫ですかね？はい、ちょっとね、キズくん演じる K さんが、はい、カンフーをやるところがあるんですよね。初めてのスタイルでしたね、あれは。初めてですか？初めてのバトルスタイル。初めてとは思いませんでした。本当ですか？はい。初めてと思わなかったですか？キズくんはすごく身長も大きくて、手足も長いじゃないですか。ね、なので、
人間2人分ぐらいで動いてるんじゃないかって思うぐらい、なんだそれ。ダイナミックなんですね、動きが。まあ確かに。もうね、ちょっと危ないの。もう飛んでくるの。ギリギリでしたね。指先が顔スレスレです。そうなんで、なんか。そうなんです。あの時ほど自分の瞬発力に感謝した日はないですよ。よりさん、かなり俊敏に動きますからね。そんなことないんですけど、いやいや、私演じるあやちゃんもね、結構あの、はい、役作りというか、まあ、ちょっと結構走るシーンがあったんですけども、うん、多かったですね。あの、走ってるけど前に進んでないっていう感じにしたんですね。なんかあの、ライジングさんじゃないんですけど、はい、あんな感じですよね、イメージは。え違った、違ったみたいです。すいません。ライジングさん。ライジングさんみたいなのあるじゃないですか。はい、ライジングさんです。ライジングさんです。ありがとうございます。あ、これね。そうそうそう。はいはいはい。まあ、あとはあれですね、野呂さんに、はい、あ、6話野呂さんがあれですよね、かよちゃん、そうですね、はい、ちょっとね、野呂さんがちょっと何か起きてしまうんですね、いた変化が見られるんじゃないかなと、そこも注目できるところですかね。はい、野呂かよさんは私のお姉ちゃん役です。そうですね、あやさん、はい、みき姉ちゃんです。はい、みんなどうですか。あ、ランニングマンだ。ライジングマンじゃなくて、ない俺が間違えてるか分かんない。間違いすぎじゃない。私が間違えてたんですね。間違いすぎですね。皆さんもなんかコメントよかったらしてくださいね。質問とか。みおりさんが見てますからね。みおりさんがもう全部バンバン拾ってくれるんです。あ、 NG シーンの話聞きたいですって今。 NG シーン、 NG シーンか。どれだ、どれだ。私すごいちょっと恥ずかしいことがあって、ではい、玄関前ですか、まさか。あれか、お腹がすんごい鳴る人なんですって、私。あれすごかったもんな。で、ロケしてるところがもうかなり音が響く場所だったんですよ。それで、ね、何回も音が地響きみたいになってしまって、中林さんもいらっしゃったんですけども、あれ2人とも天然って来てます。いや、みおりさんは天然ですよ。私違います。で、あれよ、みおりさんがお腹鳴ったのはみおりさんだから。そうですね、 NG を出したのは、これはでも生理現象だからしょうがないよ。ただあそこのシーンすごいピリついたシーンではあったんですよ。ちょっと緊張感なる。そうですね。ね、あの緊張感あるし、鳴り響いた後、はい、あやがどっか逃亡して逃げたんですよ。覚えてます？逃げた。私が。そうですよ。だから僕が振り向いた時にいなかったんですよ。いるはずのあやが。お腹鳴って逃げて。もうね、耐えられないんですよ。いや、あれは面白かった本当に。気づくならないですもんね。いや、鳴ってます。影で鳴らしてるんで、プン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 。わ、ハートありがとうございます。二人とも天然って来てるよ。いやいや、天然じゃないです、僕は。キズくんの NG も知りたいって来てますよ。何？キズくんの NG？ いや、ありますよ。あるけど、たくさん笑ってるぐらいだから。なんかありましたっけ。なんかドカンってしたのあったかな。あったかな。まあ、ただあれですよね、全体的にその初めの1話のラストのシーンとか、恥ずかしいシーンあるじゃないですか。恥ずかしいシーンとか本当にずっと笑ってましたよね。あれ、あんなセクシーに撮っていただいてますけども。あ、そうですね。あれ、だってバラが降ってくるんですよ。そう、バラが降って当たるし、はい、森さんの顔面にバラが降ってくるしという。そうなんです。でもね、あれは結構我慢した方で。面白かったです。あれ、バラみんな一生懸命回収してるシーンとか、あれ見せたいですけどね。見せたいです。あと、二人が初めて会って、はいはい、コーヒーをこう、パーって運んでるんですけども、コーヒー。それをね、スタッフの人が、こう、持ち道具さん、あ、美術さんだ、が、
こうあのバンってバンって投げ飛ばして、そう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 、あのこう水コーヒーがこぼれるシーンを撮ってたんですよね。それを傍から見てたらめちゃくちゃ面白かった。だってあのカメラに映ってるシーンはコーヒーが飛んでるシーンですけどね、こうやってそうですそうです、まあ、離れて見てたらコーヒーぶちまけてる人ですからね、はい、そうなんですよ。それが面白かったんだ。はい、そうなんです。みおりさんはね、もうずっと笑ってたよ、はい、本当に。私は笑い上手です。すごかったですよ、もうずっとずっとずっと笑ってました、どんな時も。どんな時も笑顔で、多分それでスタッフさんとかね、はい、あの監督とかみんな元気になって、まあ、もちろん木津匠も元気になって。嬉しいです。あ、毎日楽しい撮影でございました。そうですね、本当にもう大事な大事な作品でございますけども、皆さん見てくださってますか？今どんぐらい見てるんですかね。まだ見てない方がいるのだろうか、どうですかね。でも FOD の方ではね、全話配信してるんですけども、全話配信プラスノーカット、うん、フルバージョンということで。そうです、はい、全て見えます。そうです、はい、オリジナルドラマ、オリジナルドラマ、まだまだね、はい、コメントをあの進めながら拾っていくので、たくさんコメントしてくださいね皆さん。はい、ハートもいっぱい、ありがとうございます。ハートもいっぱい。これハート、これみんな連打してんのかな。あ、休憩中何話したりしてたんですか、はいはい、休憩中何話してたかな。え、なんだ、なんだっけな。でもやなんだろう、何してましたっけ。普通になんか話してたような気も、声真似とかしてませんでした。え、してないか。声真似してませんでしたっけ。声真似してないけど、してないか。でもなんか面白い人たちがたくさんいたので、ただただ笑って話してましたっけ。あのね、中林さんがちょっと私で中林さんはね、ああ見えてね、関西弁なんですよ、ものすごい。すごい関西弁だからな。はい、もう濃いですよね。濃い、あのドラマに出てくるアンドゥも濃いんですけど、それよりもさらに濃いかもしれない、はい、本物の方が。あ、中林さん、ね、そうなんです。アンドゥ、アンドゥはって来てますけども、アンドゥ大好きですよね、私たち。アンドゥさん大好きですね。だからアンドゥさんとたくさん NG を僕は出しました、笑っちゃって。そうですよね。アンドゥさんが笑わかしに来るから、あの木津くんの方が多分大変だったと思います。アンドゥさんといつもペアですからね。いや、それアンドゥさんに失礼じゃないですか、それ。いやいや、失礼じゃないよ、これはね。失礼じゃないですか。あの最高なキャラですから。最高なキャラいただきました。多分喜んでます、中林さん。ありがとうございます、中林さん。ありがとう。アンドゥ大好きだって、ね、好きであれ好きになるよな、皆さんも。うん、ハート嬉しいですね。皆さんこんな、ごめんね、なんか遅い時間ですけども、うん、お付き合いいただいて、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。今何時だ。今ね12時過ぎ。あ、12時ちょっと過ぎですね。あと50分後にもうあの放送しますからね。はいはいはい、はいはい、どうぞ。ちょっといいですか、あのそういえばあの木津くんはこう毎週オンエア日に、はい、インスタライブされてるっていうことなんですけども、はい、ちょっと一個聞いていいですか。どうぞ。みおりちゃん早寝遅起きそうって何。え、早寝遅起きそう、前言ってたでしょ、前言ってたでしょ、早寝遅起きそうって。いや、ちょっと覚えてないですね。覚えてないんかい。いや、覚えてますけど。実際のところは。でもね、イメージですもんね。実際のところはどんな感じなんですか。私もね、はい。いろんな日があります。いろんな日があります。めちゃくちゃテンション高いな。テンションすごい高いです。でね、ちょっとね、さっきもちょっとミス連発しすぎて、はい。あの
行ったり来たりしちゃったじゃないですか、二人して。二人してっていうか、まあ、主に私が。いやいや、私もね、行ったり来たりしてました。皆さんに申し訳ないんですけど、なんかまたやりたいですよね、こういう。これですね、ちょっとグダグダ感がすごかったんで、ちゃんとリベンジしたいですよね。こんなにグダると思わなかったんで、だってあの天然やんけって来てます。え、なんすか、天然やんけって来てますね。よりさんがですよね、それは。すいません、本当に。本当にだから、このグダグダになることは、まあ、もしかしたら最低あると、はい、あるって予想してたじゃないですか。たくさんあのお偉い方から言われてたので。はい、言われてたんですね。だからこれ作ったんですよ、もうリベンジするっていうのを。あ、さっき出してた、さっき出してましたよね。そうそう、だからハプニングが起きたらすぐこれを出す。私も作りましたよ。今はね出さないけど。あ、一応あるんですね。あります、作ってます。あ、さすが。え、どうしよう、楽しいですね。楽しいです。こんな夜なのにテンション上がってきて寝れるかな。いや、まだ寝ちゃダメだ。これから放送ですから。そうですよ。これから放送ですよ。はい。さん、あ、ちなみにみよりさんは、はい、オンエア見るんですか？リアルで。見ます。おお。みよりさんも見るということで。見ましょう。みよりさんもインスタライブすればいいのにね。みんなね。キズくんが毎週やっているというあれを、ね。はい。私は毎週やっております。今週もちろんね、今日もやりますから、この後。あ、ちょっとじゃあそれと一緒に見ます、はい、あ、みよりさん見に来てくれるんですね。見ます。おお、それはちょっとかなりあれだな、発言が変わってくるから。え、どういうことですか。たくさん多分褒められると思います、僕に。いつも以上に、はい、褒められる。褒められます。そんな何も出ないですよ。何もないんだ、本当に。何も出ないですよ。すいません、これ、皆さんコメントしてます？ちゃんと。皆さんね、いっぱい来てますよ。はい、なんか来てます？面白そうなコメント。ね、はい。いろいろ。お。まあね、でも2人が天然っていう意見がね、多いですが。意見が多い。あ、でもみんな見てくれますね。夜更かし決定。ほんじゃ。夜更かし決定。はい、じゃあ僕からコメントのリクエストということで、はい、傷の第一印象はどんな感じでしたか。傷くんの第一印象ですか。はい、覚えてますよ。初めて会った時、あ、ですね、ダンスレッスンですね。え、顔合わせじゃなくてですか。あ、そうか、顔合わせか。ダンスやる予定だったけど、はい、しなかった。ダンスレッスンもあったんですけども、社交ダンスね。はい。あ、なんて爽やかな。爽やかでしたか。まず背が高いっていう。なん背が高くて爽やか。そうです。あ、好青年だなっていう印象です。だそうです。背が高くて爽やかだそうです。キズくんはどうでしたか。いや、もうそれはもう滝本美織さんっていう印象でした。ええ本物だ。そのまんまやないか。いや、本物だって思っちゃったんですよ。いや、だって台本が届いたじゃないですか。はい。で、そこに名前が書いてあるじゃないですか。はい。で、本当に滝本美織さんという名前が書いてあって、はい、台本の内容が素晴らしくて、はい、まあ、読んだだけでちょっと泣きそうになったんですよ。ちょっと泣いたぐらい本当に素晴らしかったんですね。だから、はい、これでもし視聴者の皆様を泣かせることができなければ絶対俺の責任だと、みおりさんの責任のわけがない、もう絶対俺の責任だと思ってたので。そんなことはないと思いますけどね。プレッシャーが本当にすごかったんですよ。でもね、はい、もうたくさんお勉強させていただきました。本当にすごいですからね、みおりさんは。すごくない、ない、ない。だってみおりさんの芝居でその場のね、空気がね、もうガラッと変わるんですよ。明るくもなるし悲しくもなるし、素晴らしいです本当に。いや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 、ちょっと、はい、褒めても何も出ないって言ったじゃないですか。
何も出ないそうです。何も出ないそうですが。いや、なんか出しますね、今度。あ、なんか出しますか。なんかちょっと考えときます。皆さんにもちょっとスクショタイムという形で、ちょっとなんか出したいと思います。そうか、そうか。これ、どうしたらいいんですか、スクショタイムって。ちょっと皆さんにポーズリクエストでもしてもらえますか。あ、してみますか。はい。さあ、どんなポーズを。あ、なんかコメントあるな。コメントいっぱい来てますね。あ、なんか泣いたよって嬉しい。ありがたい。なんでみよりさん泣くと止まらないって言うけど本当ですかって書いてありますけど。あ、止まらない時もありますね。そういう時もまあありますよね、人間ですから。ありますあります。ありますね。止めどなく流れてしまう時もありますね。なんでこれ、なんかスクショする時はコメントをオフにすればいいのか。皆さん、コメントオフの仕方わかりますか？コメントオフの仕方ですか？はい。気づくわかりますか？おそらく、はい。あ、そうか。こっち来ればいいか。なんか、みおりさんが今やってるので、みおりさんがコメントオフにできるのかな？え、どれだろう？頑張ってください。ちょっと待ってください。みおりさん、誰か助けてやってくれ。コメントオフの仕方っていうのがあるんですか？そのままで笑って、もうこれね。わからない。もうこのままでも別に俺はいいですよ。僕の顔にあのコメントが上がってくだけなんで。だってどっか押したらなんかまたバッて消えちゃったら怖いです。確かに。じゃあこのまま行きますか。こっちの俺こっち側寄るんで。え、こうすれば。どういうこと？そういうことか。コメントがね。そう。なんか指ハートしてほしい。知ってます？指ハートって。知ってるよ。何しました今。今何しました？つまもうとしました。あのね、これやったことないんですよ。私よく。でよくわからなくて、こうですか？え、違う。いい感じです。こうだ。できた。いい感じですね。なってます？ん？こう、合ってます？な、多分いい感じだと思います。ああ。ちょっと。難しい。コメントオフがごめんなさい。わかんなくて。わかんないですね、はい、それちょっと勉強しときます。そうですね、現代のものに触れて、すいません、ちょっと平成生まれなんですけど昭和かもしれない。自然と生きてますからね、はい、戯れて。あ、そうです、はい。ラグがすごいのかと思うぐらいの反応の皆さん。はい、そういう感じになっておりますが、ね、なんか寂しいですね。ね、なんかこのまま終わっちゃうのも寂しいから、なんか、はい、なんでしょう。ありがとうございます。目が綺麗っておっしゃってくださった方がいまして、今。あ、僕の目ですか？あ、私です。すいません。私ですか？すいません。みよりさんか。ありがとうございます。すいません。結構綺麗な二人してると思うんだけどな。綺麗ですよ。結構綺麗な二人だと思うんですけど、まあ。よりさんにはね、勝てませんね。イエイ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 。これインスタライブだと、ただのビデオツアーみたいになっちゃってるんですけど、本当に申し訳ありません。どうしよう。皆さんコメントありがとうございます。はい。みよりちゃん大好きです。たくさん来てます。笑い死にそうって。笑い死にそう。はい。そんな笑っていただけて幸せです。いや、あの、生きてくださいね。死なない程度に。ほんとってめちゃくちゃ適当なんだよな。今日ね、はいはいはい、台本作ったんですよ。え、自分で。え、何の台本ですか？いや、この台本。あ、インスタライブの。え、ちょっと、え、知らん、何それ、俺に教えてくれないと分かんないじゃないですかそれ。俺知らないんだもんそれ。え、本当だ、ちゃんとポチキして止まってる。そうです、そうです、ちょっと自分でね。いや、知らないのよ俺。知らんのよ。でもね、これ見ながら今日話してたんですよ。そうなんですか。そうなんです。ちゃんとあのちなみに話し残したことはないですか？そうですね、世界中のありがとうだとか、はい、おー、あ、そうですね、それは僕もメモりました、たくさん。はい、大丈夫ですかね。大丈夫ですか？本当に大丈夫？はい、あの、言いたいことは言いたいことは、今日ね、これ見てくれてる、
東プロデューサー、このうんこいのね、結局うんこいって言っちゃうんですけど、いやうんこいでいいじゃん、しょうがないですけど、もうなんか3週ぐらい回っていい気がします、うんこいで。いいですよね。うん。で、東プロデューサーもこれ、お偉い方ですね。お偉い方。来てくださってるみたいですよ。え、来てるんだ今。そう、見えないけどね。見えないけど、ありがとうございます。じゃあ、こんなの。東さん、ありがとうございます。初めて名前です。嬉しい。ずっとあの、お偉い方で通してたので、ここで初めて名前だったんですよ。はい。だから、今度、みおりさんと東さんで、あの、コラボしたらどうでしょうか。僕、まさかの。まさかの。それもなかなか面白いと思うんですけど。ね、東さんね、ずっとみおりさんのこと姫って呼ぶんですよ。あの ね、最近私自身にも姫って言うんですよ、東さん。姫と楽しくやってくれって言って電話来て始まりましたけどもね、はい、すいません、バラしちゃったって来てますけど、あ、続編お願いしますって。あ、続編、ね、ありがとうございます。皆さん、いや本当にこっちからお願いしますって思うぐらいねもうでも全部見た方はもう分かると思うんですけど、これはラブコメなのかって思うような感じだと思いますので、そう、ラブストーリーなんですけども、ね、やっぱりあの命のね誕生がテーマだったりもするじゃないですか。うそうですね、すごく大きなテーマなので、うん、なんか自分が赤ちゃんの時とかを結構あの役に反映させたりとかしました、うん、私は。いや、赤ちゃんの頃の思い出を、赤ちゃんの頃を思い出したなんか思い出っていうか、ま、どういう風だったかなとか、あ、自分がなんかちょっと自分の赤ちゃんの時をまあ、その時は分からないにせよ、うん、多分どっかにはね残ってると思うんですよ、うん、やっぱりこうなんだろう、例えばお母さんのお腹の中にいる時とか、うん、多分思い出せないけどなんか自分の中にあの奥底に染み込んでる気がするので、でまあ、 あのお母さんにまあ、私の赤ちゃんの時の写真とか、あ、送ってもらったりして、そう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 、ああ、それで、あーって見てちょっと思いを馳せましたね。なるほど、はい、本当にそれぐらい思いがこもってる運命から始まる恋。そうなんです。今夜24時55分放送です。はい、はい、FOD ではフルバージョンで見れます。はいはい、ぜひ見てください。この後もね、私が一人ですけどインスタライブするのでね、ぜひ見てくださいね。それもね、ゆうりさんも見てきてくれるということで。見ますよ。寝てるかもしれないですけど。寝ないです、今日はもうちょ元気になってしまったので。だってみおりさん、あの LINE してる時、あのずっと不安で LINE してたんですよ。はい、してたじゃないですか、 LINE ね。はいはい、あの寝てたらごめんねっていう風に言われるんですよ、僕。あの冗談ですよ、冗談で。でも、みおりさんがね、これ今、見に来てる方分かると思うんですけど、本当に寝てる確率あるんで。なんでですか寝ないですよ。本当に寝てる確率あるからね。約束は守ります、はい。ありがとうございます。大人の約束なので。はい。はい、で、みんなも起きといてくださいね、だから。そうだよ、みんなもね、頑張って、55分スタートなので。しっかり起きててください、はい、もうちょっとですからね。あ、ほん結構ね、はい、もうあと30分ぐらいで始まっちゃいますね。そうです、そうです。ということで、ちょっとここら辺で休憩タイムを入れたいと思いますので、皆さん休憩タイム、あのこの配信を終わると、はい、あ、終わるために、そう、今オチを頑張って、ね、探索しております。オチを頑張って。オチですか。はい、台本に書いてないですか、みおりさんの台本に。オチ、最後の終わり方みたいな、みおりさんの台本に。ですね、はい、いい夢見てねって。いい夢見て、あ、いろんな外国語で、はい、あの、なるほど、いい夢見てね。あ、外国語はちょっとないんですけど。あ、ん、じゃあ日本語でいい夢見てねって書いてあるんですか。
はい。は、寝ちゃダメですよ。まだダメだよ。まだいい夢見ちゃダメですよ。本当ですね。ちょっとこの流れ違います。この流れ違います。ということで、まだ落ちれないんですが、55分から放送するから。はい。ね、はい。ということで。皆さん見てくれますか？はい。55分から見ま、見てね。見てくださいね。ありがとうございます。え、はい、終わっちゃう？あ、どうしますか？まだ何かありますか？あ、大丈夫です。大丈夫。大丈夫ということで、まあ、今回前半から中盤まで、あ、前半から終盤までずっとぐだってたので、またちょっとリベンジします。ぜひ、はい、おそらくできる時を楽しみに。はい、はい、本当に皆さん、はい、今日はすいませんでした。すいません、本当にちょっと手間取っちゃってごめんなさい。東さんから、東さんから電話来ますよ。勉強して、東さんから電話来ますね。そうですね、勉強してリベンジできたらいいなと思います。はい、はい、あと英語でですね、 Thank you for watching って書いてますね。 Thank you for watching。 見てくれてありがとうっていう、見てくれてありがとう。 Thank you for watching ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続ききずくんのインスタライブ、はい、ぜひ一緒に見ましょう。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。でいいんですかね、これで。あ、いいと思います。はい、これどうやって終わる？右上に終了ボタンがありますので、はい、あ、本当だ、すいません。これ私が押せばいいんですかね。そうですね、最後一言言っておっしゃってください。はい、今日はこの後運命から始まる恋、ぜひ何回言うんだって感じですけど、見てください。本当ですね、本当に。その後は皆さんしっかりいい夢見てください。私もいい夢見そうです。はい、ありがとうございました。ありがとう。じゃあね、バイバイ。ありがとう。ポチッ。